そろそろテスト返しの時期ですかね。みんなテスト返ってきたらどうします？あれをやりますか？どうも、あいちです。さあテスト返ってきましたね。まあ皆さん、多くの方に言われるでしょう。学校の先生、親、塾の先生にテスト返ってきたんだ、そうなのか、やり直しあるよっつってね。で、まあ、みんなもさ、テスト返ってきた後にやり直しをやった方がいいのって、やんない方がいいのどっちって言われたら、多くの方がやった方がいいって言うでしょ。みんな思ってると思うんだよ、やった方がいいとは。けど実際やる人ってめちゃくちゃ少ないのね。なんで少ないかっていうと、これはっきりしてて、テストのやり直しってやらなくても困らないんだよね。例えばやったものを学校に提出って言われたらさ、それもなんかの通知書に関わってくるから、出さなきゃまずい、マイナスになっちゃうからね、なるんだけど、そのやり直しをやればさ、自分の力としてプラスにはなるじゃないか。でもやらなかったからといってマイナスにはならないわけよ、実力が落ちるわけじゃないから。だからその日はね、テスト帰ってきた日は、よし帰ったらやらし、やんなきゃマジになって思うんだよね。思うんだけど、それがその日にやらないと、翌日ですよ、もうやる気なんて半分以下になってるからね。あーもうめんどくせえって、もう2日経ったら絶対やんないから、やり直しなんかってなっちゃって、で、あーまたやんなかったわーっていう、やんなかった自分への自己嫌悪だけが残って、時が過ぎ去るみたいになっちゃうんだよね。で今回ね、もちろんこの動画ではテストのやり直しはやってねっていう話をするんだけど、なんでやり直しをやるのっていう部分をちょっと掘り下げて話していきます。いやそんなの分かってるって。だって自分ができなかったところを確認して、そこの、まあ、できないところをできるようにしろっていうことでしょ。そんなことが言いたいんでしょ。まあ、そんな風にね、思う方も多いと思います。もう大正解です。大正解なんですけど、それはさ、もうみんな分かってるわけよ。そんなことは。ね。自分ができなかったことを確認して、できなかったところをできるようにした瞬間に、確実に一個レベルが上がるわけよ、自分は。だから、できる問題ずらずらやっていくよりもさ、できない問題やったら力は伸びるんだから、効率よく勉強ができるようになるというか、力が伸びていくんだよね。だからいいよとは思ってるんだけど、今回ちょっとそれ以外の部分ちょっと話していきます。でそれが何かっていうと、自分のそのテスト前の勉強ね、そのみんなが2週間前から始めたのか、1週間前か3日前か前日だけかわからないけども、勉強もあらかたしたわけじゃんか。その勉強の仕方がまずかったんじゃないのって。自分がやったのは計画を立てたかどうかも置いといてだけど、まあ、計画を立てたとしよう、立てた計画の何かがまずかったんじゃないのっていうのを、そこを見直してほしいのね。何が言いたいかっていうと、学校のテストって学校の先生が当然作ってるじゃないですか。だから出題傾向が先生によって変わってくるわけ。あの先生はやたらワークから同じ問題を出してくると、あの先生は教科書の問題をやたら出してくるとか、いろんなパターンがあるの、先生によって。でそれを分析しておかないと、もちろんルーティーンでね、中間は A 先生、期末は B 先生に変わるってパターンももちろんあるんだけど、でも同じ A 先生と A 先生が作ることもあるじゃんか。同じ学年だし、まだ1年始まったばっかだからね。だから1学期の中間でこけちゃったんだけど、1学期の期末でまた同じ先生が作ってくると。じゃあ、この先生はこういうとこからよく出題してくる、こういう問題よく出してくるっていうのを分析しておけば、次の時に、あの先生ってこういう風に出してくるんだよなって、じゃあそこを重点的に勉強してみようっていう計画を立てられるわけ。これってね、もちろん受験勉強では活かせないよ。活かせないけど、定期テストにおいてはめちゃくちゃ大事。みんながさ、その今回のテストね、今回テスト終わった後に、もう満足いく勉強ができましたと。もう3週間前ぐらいから計画を立てて、きっちりやりましたと。もう、なんだろう、思い残すことは何もないですってぐらい勉強できたんであれば、本当に何も聞かなくていい。もう消していい、この動画。消して構わない。でも、何か心残りがあったりとか、ちょっとやりきれなかったなとか、もう全然勉強できなかったわって思う人、次期末テストが来た時に、おそらく前回の反省を生かして勉強量は多少増えると思う、増えるだろうけど、さっき言ったやりきったよ今回はってとこまで持ってける子って本当にごくごくわずかしかいないのね。だからなかなかならないわけ。じゃあ今回もじゃあ足りなくなる可能性があると、勉強時間にしてもね、量にしても。じゃあ足りなくなるにしても、そのじゃあ例えば10時間勉強することは未来を予想してもしゃあないけどね、今度の期末の勉強で10時間って時間みんながやるとしよう。その10時間をテストに出やすい部分を分析して、そこに10時間当てるのと、何も考えずに同じようにまた勉強した場合、もちろん何もせずにやっても、その取材傾向とうまく噛み合って得点取れることもあるよ。あるけど、できる限りパーセンテージを上げてほしいじゃん。取れる確率をね。だから、しっかり分析して、その自分が勉強時間に当てるところに、ちゃんと注ぎ込まないと。
だからもちろんみんな最初に言ったようにできなかった問題をできるようにするっていうのはすごく大事大事なんだけど、今回分析をして、あ、こういうところ勉強した方が良かったなって、ワークあんまやってなかったんだけどワーク超出してんじゃん先生みたいななるんだったら、そこをやってもいいわけだから、そういう風にただただ自分のね力が、できなかったところを伸ばすための復習、それも大事なんだけど、次回の未来のね、次回の自分にプラスになるように、作戦としてプラスになるようにぜひやり直しを早めにやってほしい。これは最初にもねちょっと話したけど、時が経てば経つほどやり直しってやる気がなくなっていくっていうのもあるし、記憶が薄れちゃうのどんどん。テストが帰ってきた時もさ、そのテスト受けた時から時間経ってるじゃん、ちょっと記憶もすごい薄まってんだよね。でもやり直しとかテスト帰ってきた時に問題の人と比べるわけじゃん、見比べて授業中にね、あーこんなあったら、うわここミスったのかよ、この問題できたと思ったのにっていう、その感情がある時にやり直しをやらないと作戦もねなかなか立てらんないんだよね。一回一回思い出して2週間後にやってもさ、あ、これなんだっけ、あーなんかこんな感じだったっけ、これどこにあるんだっけみたいな、周りもさ同じようなテンションになってる時にやらないと、例えばこの問題どこでやればいいのかなって聞いてみればいいんだよ、できたやつに、これさどこのなんかあった、ワークとか載ってたみたいな聞けばさ、え、これワークのとこにあったよとか、え、教科書の正末問題にあったよみたいな話もしてもらえる可能性もあるので、ぜひそういった意味ではね、やり直しをめちゃくちゃ時間かけろって言わないから、その少しの時間でも構わないんで、ちょっと次回の作戦に活かせるようにやってみてください。